はい、今日はですね、同じ時間なのに30度です。というのもですね、すさまじい雨、本当ね10分ぐらいだったんですけど、すさまじい通り雨がですね来て、冷やしてくれました。雨がね来るといいですね。全然空気感が違います。でも、湿度がですね、今蒸発してるからですね、湿度が半端ないです。毎日毎日ですね、最近は群れのお話していますが、いかがですか皆さん、解釈していただけたでしょうか。なかなかですね、梅雨時期もね群れ気にしないといけませんけど、この暑い夏、そしてね長期休暇、今沖縄でね飛行機飛ばないから大変ね、2、3日で帰ってこようと思ってた人たちも1週間ぐらい空けたりですねする人たちもいるんじゃないかなと思います。はい、その群れについてなんですけど、今日はですね、まあ毎日この観葉植物のことについてお話ししていますけど、植物つながりですね、皆さんも観葉植物の群れや腰水管理、これについてはですね非常に、お勉強してですね詳しくなっていると思います。で、僕この外の植物もですねたまに扱っているんですけど、この外の植物とですね観葉植物を一緒に考えている人たちが結構います。これはですねもうお花屋さんにしても、特に造園屋さん、そして僕はインテリアコーディネーターの方にもですね結構勉強していただきたいなと思っています。なぜかというとですね、まあ皆さんのお部屋ですね、いろんな場所を緑で司るね植物たちには変わらないんですけど、この植物たち一緒にしていただくと非常に困りますね。こういうオージープランツ、オリーブやですねアカシアね、ユーカリなどね結構皆さんも目にすると思うんですけど、リビング雑誌とかによく載ってますよね。でお部屋に置きたいんですけど、こういうご提案も受けます。でコーディネーターさんたちもですね、写真撮影とかいろいろですねこういう植物をですね言ってきますね、設置したいとかですね、モデルハウスとかにも言われるんですけど、無理です。無理なんですよ皆さん、無理だからですね、外の植物は皆さん外の植物なんです。室内の植物は室内の植物、これね分けないと本当ダメです。で分けないとっていうかですね、一緒に考えてもらうと全く違いますからね。いいですか。今再生でですね外に出している観葉植物はですね万能ですよ、ね、外でも中でもいけますけど、でも外用の植物を室内に入れたら皆さんどうなります。ほぼ枯れますよ、ね、肌荷が出たり、ね、特にまた群れも、ね、影響したり、リビング雑誌とかで結構見るこういうやつ、オリーブなんかもよく見ると思います、ね、ポポラスとかですね、ユーカリとかよく見ると思うんですけど、あれって撮影用で使われていることがほとんどです。そしてそういう植物たち、まあ稀にですね元気に育っているお家もいるかもしれません、ね、いるかもあるかもしれません。でもそういうお家ってめちゃめちゃでかくて、空気の循環もいいような感じのお家ね。デパートとかですね、百貨店とか大きい空間のところは結構育っているところもあります。でもなかなか難しいですよ。ほとんどバラバラ落ちることがねほとんどだと思うし、皆さんのご自宅でもですねひょっとしたら上手に育てているよという人たちもいるかもしれませんが、結構葉っぱが落ちるはずです、はい、なので皆さん、これシマトネギコね、ゴールドクレスタ、まあ、ゴールドクレストとかはですね中に入れる人はあまりいない、あ、いるか、冬場クリスマスの時お家の中で育てている人いますよね。でパキパキになって抹茶色になってねバラバラになってる人たちがほとんどだと思いますけどね、アカシアなんかもそうなんです。まあこういう植物をねお家に飾りたいですよね。飾りたいけど難しいね。まだエバーフレッシュの方がまだ簡単ですよ。はい。で
お水管理なんですけど、僕が言う、ね、観葉植物の干し水管理、これと同じようにこの子たちを室内でやっちゃったらやばい。そしてこちらコルジリネ A レッドスターなんですけど、このコルジリネの育て方もですね、僕結構皆さんにお伝えしています。これ失敗する人たちがねかなり多いので、ほとんどの外の植物ね、南向きとかね、日ががっつり当たるところで全然大丈夫なんですけど、このコルジリネね、レッドスターちゃんはですね、日差しががっつり当たるところに植えたら焦げちゃってダメになることがほとんどなんです。でこれ2年ものなんですけども、見てる人たち分かりますよね、大きかったんですけど、ここに持ってきたらね焦げちゃって去年ダメになりました。でもこうここで鍛えてたらね、こういう風に出てくるんです。で日差しに当てて鍛えたレッドスターちゃんたちはですね大丈夫です。だからそこもの見極めもですね、皆さん知っておかないといけないです。これどこで作られたんだろうってね、日にしっかり当てられたんだろう、ハウス栽培なのかなとかね、日陰で育てられたレッドスターじゃねないのかなとかね、思わないとダメです。それで違います。でコルジリネはですね、日陰ね、日陰に植えてください。西日がね当たるところでもいいですね。なるべく日があまり当たらない日陰ね、家の角とかに植えたらよく育ちますよ。こんなこと僕言ってるので、ほとんどの方がですねそういう風にして元気になりましたって言ってますけど、じゃあ日陰で育てた場合水管理どうするかね。コルジリネ乾燥に非常に強いです。寒さにも強いです。この寒さに強くて乾燥にも強いコルジリネちゃんに今の時期、ドボ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 お水をあげたらですね、それこそ蒸れて腐ってポキッと折れたりしますね。今日コメントあった方にもそういう風に伝えました、社長がね言った通りにしたけど全然うまくいってないんですけど、なんでかなということだったんで、じゃあこういう風にしてませんかって言ったら、あ、ジョボジョボ水をあげましたという風にね言われていました。そんな感じでですね、外の植物ね、中の植物と全く違いますね、育て方違うので、まずは皆さんこれは中の植物なのか外の植物なのかというのをですね見分けてください。まあほとんどですねわかると思うんですけど、まあ初心者の人たちはねわからないと思うので、これお花屋さんとかもねわからないですね、コーディネーターさんなんかもねもともとほとんど知らないと思います。で造園の方たちなんか逆に観葉植物を外にね植えたりするので、こっちも逆のことをね覚えないといけないんですよ。ユッカとかね室内とか外でも大丈夫ですけど、ね、室内に置いてたユッカをここに持ってきたらこういう風に焦げますから、でも外にね置いて育ててたら元気になってきます。シマトネリコも知ってます。シマトネリコも外の植物だけど霜に弱いですよ。霜にめちゃくちゃ弱いから寒さあまりね強くなりません。で南向きの日がガッ次当たるところね、当たるところに植えたら若い木はですねあまり育ちません。根っこがしっかり張って水分をしっかり取るようになったらですね大きくなりますけど、かなりお水をですねあげていないとシマトネリコ南向きじゃあまり育ちにくいです。日があまり当たらないところですね、コルジリネと一緒、木陰なんかに植えたらねバカみたいに大きくなるんですよ。こういうアカシアなんかはですねがっつり日が当たるところでもいいんですけど、見てください、これ茶色になってるでしょ、水が切れるんです。水はねめちゃくちゃいります。オリーブは乾燥に非常に強いです。なのでこういう性質もね変わってくるんですよね。じゃあねさっきこっちにもねこうちらっと見えたと思うんですけど、竹ね竹ね、成平竹とかですね黒竹とかもこうありますけど、こういう竹なんかについてはですね皆さんどっぷり水につけてたらやばいなと思うでしょ。全然ですよ、これなみなみ水が入ってて、まあ、なんならボウフラが湧くぐらいですね水が溜まって、それでも竹はね生きてます。逆に水が切れた場合、水が切れた場合はですねもうほらあそこにありますよね、あそこにね、すいませんねこのもう散々としてますかね、これほらこういう風になるわけですよ。もうこうなったら終わりです。
下からね新芽が出てくるのを待つしかありません。なので竹はね水を切らさない、アホみたいに水あげていいです。そっちの方がね全然生きてます。はい、ということでですね、こういうふうに外の植物でもいろいろね皆さん性質が違います。そして中の植物と外の植物の見分けがつかないと皆さん損するのは皆さんです。フェニックスロベリニー、ね、見て随分シャキンとしてきましたよ。これは元気いっぱいに戻ってくれるはずです。フェニックスロベリニーも外にね植えている人いますけど知りませんよ。霜が当たって枯れちゃっても今高いし手に入らなくなります。いろんな植物ね皆さんコロナ需要で出まくってましたけど逆に今売れなくなったからですね、どうなんだろう。熊本はねほとんどまだね植物が入ってきません。そして値段がねバカみたいに高くなってきています。これ皆さんやっぱり給料がねどんどん上がればいいんですけどなかなかまだそういうわけにもいきませんよね。徐々に上がってる人たちもいるかもしれませんけどほとんどの人たちはですね給料上がりません。うちは上げてます。はい、でもね植物なるべく皆さんお金かけずに買ったりちゃんと育てたりしたいですよね。環境お金かけるのは簡単です。でもお金をかけずにですね環境を良くする、これは緑がね大事です。僕も環境を整えたいけどなかなか時間がないのでね、環境整えれませんが水だけはですね切らさないように頑張っていきたいと思います。あとはですねこの皆さんのための配信これです、ね、皆さん地道な努力はですねいつか実を結びます。なのでなかなか難しいかもしれませんが今回僕が言っただけでも結構ですねためになると思うのでぜひ皆さん外の植物なのかまず中の植物なのかというのをですね見極めてください。まあ、観葉植物間違うことはねあまりないと思うので外の植物ですね、外の植物、ね、どんな感じなのかですね皆さんこれを覚えるとですねまた植物を楽しむ幅がかなり広がってきます。ぜひ参考にされてね中も外もめちゃ上手こういう風にね言われるようになってみてください。それでは今回こんなところでバイバイ。